カーナさん、結婚おめでとう。ついに息子のタツキと入籍したそうね。ありがとうございます。無事に入籍することができました。これからは嫁としてどうぞよろしくお願いしますね。もちろんよろしくしてあげるわよ。だからあなたも自分の立場をわきまえてちょうだいね。え？結婚したとはいえ、息子はいつまでも私のものよ。嫁だからって調子に乗らないように気をつけなさい。そしたらよろしくしてあげるから。あはあ。息子がいつまでも独身っていうのも世間体が悪いでしょ。だから特別にあなたとの結婚を許してあげたの。別に息子をあなたにあげるためじゃないですからね。このことを肝に銘じておきなさい。たつきさんは物ではありませんよ。あげるなんて表現は失礼です。黙らっしゃい。息子はいつまでも母親のものです。嫁が姑様に口答えするんじゃありません。姑様。たつきからいろいろ聞いてるわ。あなたたち結婚後もしばらくそのマンションで暮らすそうね。はい、しばらくは同棲していたマンションでいいかなって。貯金がある程度貯まったら広いところに引っ越すつもりです。じゃあそのマンションに私の荷物を送るわね。大切に受け取っておくのよ。なんて言ったって姑様の荷物なんだからね。え、お母さんの荷物を？なんか結婚祝いでも送っていただけるんですか？そんなもの誰が送りますか。私の生活用品に決まってるじゃない。これからは同居生活になるんだから。同居？どういうことですか？あら、たつきから聞いてないかしら。私、あなたたちと同居するのよ。全く聞いてないですね。そういえば同居が決まったのは今朝のことだったわ。決まりたてほやほや。というわけで同居するからよろしくね。息子のたつきも賛成してくれているし。え？結婚のために同棲は我慢してあげたけど、やっと入籍したんだもの。これからは堂々と息子と一緒に過ごすわよ。待ってください。私は同居に賛成していませんよ。なんですって？今日入籍したばかりなんですよ。それでもう姑と同居ってのは無理です。っていうかお母さんとの同居は一生無理な気しかしません。悪いけど嫁のあんたの意見なんて聞いていないの。え？最初に言ったでしょ、息子のたつきと結婚できたからって調子に乗らないでちょうだい。あんたは世間体のために嫁として受け入れただけ。息子と楽しい新婚生活ができると思ってるんじゃないわよ。それじゃあ今度荷物送るからね。ちゃんと受け取っておくのよ。おはよう、かなさん。今朝私の荷物が届く予定よ。しっかり受け取っておきなさいね。え、今日ですか？今度荷物を送るって言ったじゃない。私は事前にちゃんと伝えておいたわよ。私も同居は嫌ですって伝えておいたはずなんですがね。そんなの知りません。もう荷物は送ったから同居するしかないのよ。強行手段の大勝利よ。なんてはた迷惑な。せめて日程を考えてほしいですよ。今日から私たちが新婚旅行だと当然知っていますよね。ええ、知ってるわ。だから荷物を今日送ってやったのよ。え？同居は今日から始めます。荷ほどきがあるから嫁として手伝いなさい。もちろん新婚旅行はキャンセルするのよ。新婚旅行をキャンセル？そんなのできませんよ。っていうかしたくありません。黙らっしゃい。この私が息子と二人きりの旅行に行かせるわけないじゃない。新婚旅行なんて絶対にキャンセルよ。絶対に嫌ですね。新婚旅行はたつきさんも楽しみにしていたものですよ。初めての海外旅行だってワクワクしていますし。そんなもの私が連れて行ってあげるから大丈夫。もちろん連れて行くのは息子だけだけど。とにかく今日は同居のための引っ越しなの。新婚旅行はキャンセルして二人で手伝いなさい。私の引っ越しを手伝いたいって言えばたつきも納得してくれるわ。私が納得することは永遠にありませんけどね。勝手に荷物を送ってきたんですから荷ほどきも勝手にしてください。あなたね、嫁として調子に乗るなって言ったでしょ。姑様の私に口答えなんて許さないわよ。いいえ、口答えさせていただきます。私は都合のいい嫁になるために結婚したわけじゃありませんよ。何言ってるのよ。あんたは都合のいい嫁を条件に結婚許可したんだ。私の言うことは何でも従ってもらうよ。そのために生き遅れのあんたをもらってあげたんだから。え？30歳の女は早く結婚したくてしょうがない生き遅れ女だからね。生き遅れ女は離婚する勇気もないから嫁にしてやったんだ。離婚が嫌なあんたは姑の言いなりになるしかないんだよ。言っておきますけど、30歳は生き遅れでも何でもないですからね。
今時30歳独身も普通ですから、離婚だって何も怖くありませんよ。プップップップ、強がっちゃって生き遅れ女でバツイチなんてもう二度と嫁のもらい手は来ないわよ。そんな寂しい人生絶対に嫌でしょ。わからないですよ、意外とすぐに嫁のもらい手が見つかるかもしれません。そんなことあるわけないじゃない。特別に今回は選ばせてあげるから冷静に考えなさい。同居の引っ越し手伝いに新婚旅行、どっちが大事かしら。まあ私を置いて新婚旅行に出かけたら離婚させるけどね。自分自身が一番大事なので離婚届出してきますね。え？もう付き合いきれません、離婚します。短い間でしたが嫁としてお世話になりました。ちょっとカナさん、あなた何を言ってるの。私は同居か新婚旅行を選べって言ってるのよ。同居もしたくないし新婚旅行も行きたくないって言ってるんですよ。え？次は同居も素直にしてくれて、新婚旅行にも行かない優しい方がお嫁に来るといいですね。70歳くらいの独身女性を迎えるといいと思います。私は年上じゃないの。それくらいの方だと同居も喜んでくれますし、新婚旅行にも行きたがらないですよ、年齢と体力的に。そんな嫁いらないわ。あなたね、離婚届って何をバカなこと言ってるの。まだ入籍して3日目でしょうが。それが何か。え？だって結婚して3日で離婚だなんて世間体が悪いじゃないの。あなただってきっと再婚できなくて寂しい人生になっちゃうわよ。こんなクソシュートメと長年同居する方が寂しい人生になりますよ。たった3日の無駄な時間で済んだんですから、むしろ私は優秀です。クソシュートメですって。あなたそんな言い方ひどいじゃないの。ひどいのはお母さんの方ですよ。一体嫁を何だと思ってるんですか。離婚をちらつかせたら何でも従うと思ったら大間違いですよ。なんでよ、こっちは生き遅れ女をもらってあげたのよ。感謝して姑に従順な結婚生活を続けなさいよ。嫌です。それじゃあ新婚旅行を認めてあげるわ。それならいいでしょ。だから離婚だなんてバカなことをやめなさい。嫌です。あれも嫌これも嫌って何なのよ。私がこれだけ譲歩してあげてるのよ。譲歩してくれなんて頼んでいませんけど。なんですって。一度は結婚認めてあげたっていうのになんて態度なの。今ここで離婚なんてされたら息子もバツイチになるのよ。そうですね、私と同い年で30歳のバツイチ男になりますね。生き遅れな上にバツイチなんて、大好きな息子さんはきっと寂しい人生を送ることになるんでしょうね。うちの息子は生き遅れなんかじゃないわよ。30歳なんてまだまだ花盛り。あんたなんかと一緒にしないでちょうだい。そうですね、マザコンエキスたっぷりの腐ったラフレシアが頭で満開だと思います。なんですって。まあでも私も青花畑が咲いていたのかもしれませんね。結婚まで早いなぁと浮かれていた過去の自分をビンタしたいですよ。でももうそんな自分とは決別して離婚届を出してきます。それでは失礼しますね。カナさん、さっきは私も取り乱してごめんなさいね。お互い少し時間を空けて冷静になりましょうか。今回は私が大人になってあなたに時間を与えてあげますから。時間を？新婚旅行にあなたが行かないなら私が行ってきてあげるわ。だからあなたは一人で同居の荷物整理をしておいてちょうだい。そして私たちが帰国したら仲直りしましょうか。は？新婚旅行にお母さんが行くんですか？タスキにキャンセルをお願いしたらね、キャンセル代がかかってもったいないって言われたの。あなたは一人で冷静になった方がいいだろうし、この際私が行ってきてあげようかと思ったのよ。ありえない。よくこの状況で息子と旅行に行けますね。こんな状況だからこそよ。私もあなたも一旦冷静になる時間が必要だわ。だから私は海外旅行でリフレッシュ。嫁は同居準備でリフレッシュよ。リフレッシュできる同居準備なんてあるもんですか？手を動かしておけば余計なことは考えなくて済むって言うじゃない。はい？というわけで今日からはお互い冷静になるために過ごしましょう。新婚旅行は私があなたの代わりに行ってくるわ。あなたはその間私との同居準備を進めておきなさいね。では全部捨てときますね。え？どうぞ息子との海外旅行を楽しんでください。その間にガンガン捨てておきますから。ちょっとカナさん、どうして姑様の荷物を捨てるのよ。同居するって言ってるじゃないの。もう離婚したから同居もクソもないんですよ。アホ姑様。え？さすがマザコン花盛りですね。お母さんに離婚しろって言われたって伝えたら、あっさり離婚届にサインをしてくれましたよ。離婚しろなんて言ってないじゃない。私は言うことを聞かないなら離婚するわよって言っただけ。
言うことを聞く気がないので離婚するんですよ。でも私は同居に荷物を送ったわ。今更離婚なんて許さないんだから。このマンションは私が借りていた部屋です。そこに辰樹さんが転がり込んできたんですよ。私名義なんですから、部屋にある荷物をどうしようと私の勝手です。勝手に送られてきたゴミをどう捨てようと私の自由です。勝手に送られてきたゴミですって？あなたね、そんな勝手が許されるとでも思ってるの？私は離婚だなんて認めませんからね。まあまあ落ち着いてくださいよ。せっかく息子さんとの海外旅行でリフレッシュするんですから。こんな状況でリフレッシュなんてできるわけないじゃない。どうですか？私はポイポイしてるだけなので爽快感が気持ちいいですよ。物を捨てるのってこんなにリフレッシュになるんですね。いや、私の荷物が。それではお母さんもたつきさんもどうかお元気で、もう二度と私の前に現れないでくださいね。お母さんたちは、どうせ離婚届を出すなんて反対に決まってると、本当に新婚旅行に出かけたので、その間に私はお母さんとたつきさんの荷物を捨ててマンションも解約してしまいました。帰国後の二人は住む場所も荷物も失い、しばらくの間は浮かれたアロハシャツの姿で街中をさまよっていたそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。